三部温泉スキー場は、島根県大田市三亀町東の原にあったスキー場。1961年から2009年の期間に、営業した。スキー場が閉鎖した後は、一機のリフトが、三亀観光リフトとして、登山客などに利用されたが、2021年7月末以降は、営業休止している。スキー場後前景三亀観光リフトと、スキー場後女三部さんと、 隣接する太平山の東側斜面の東の原の南側にリフトを設置して、当期にスキー場として利用できるようにしたもので、面積は50ヘクタールある。東の原スキー場とも呼ばれた。1961年に大田市によって設置され開業。大田市保養施設管理公社が運営した。1976年には3期のペアリフトが設置されていた。 土曜日には22時までナイター営業も実施された。1980年代には1シーズンに10万人が利用したが、積雪量の減少や競合施設の増加によって利用客が減少したために2009年で閉鎖された。2009年は年間7000人が利用したのみであった。1999年までは冬季にゲレンデで花火大会が開催されていた。 閉鎖後は3機あったリフトは、1機が撤去され1機は、荒廃した状態で残されているが、残る1機は、三米観光リフトとして利用された。2015年現在、ペアリフトは1機のみが、稼働状態として残され、当期以外のシーズンに、三亀観光リフトとして、登山やトレッキングに利用されていた。このリフトは1977年に設置されたもので、 標高差255メートル、全長856メートルを片道11分で結ぶ。ゲレンデいおを徒歩で登ることは禁止されており、リフトを使用せずに、三部山に登る場合は、リフト乗り場近くより南側に伸びる、登山道を使用する。リフトを使わない場合は、リフト工場まで、片道35分、登りかかり、女三部山山頂までは、合計徒歩60分となる。 リフトは降りる場合にも利用できる。スキー場閉鎖後も年間2万人の利用があり、新型コロナウイルスが問題となった2020年には、人混みを避けることができる観光施設として人気が集まり2万5千人以上が利用した。管理は市が指定した管理管理者が行うが、保守点検管理者の退職に伴い2021年7月末をもって運行を休止している。 大田市では観光リフトを重要な観光資源と考え、異なる事業者と契約するなど、運行再開についての検討を行っている。ありがとうございます。